正面に見えるのは佐賀平野ですね。佐賀平野というか、まあ、筑後平野。今日はあの筑後平野を作った筑後川を河口から源流まで辿ってみたいと思います。まあ、今日と明日でですね、2日かけて。さあ、筑後川の源流ってどこでしょうか。それはアフレコでご説明します。筑後川は九州で最大の川で、長さは 143km、 流域面積は2860平方キロメートル、どちらも九州で一番です。今回はこの筑後川を河口から源流までバイクで辿ってみます。河口は福岡県と佐賀県の県境になっていますが、さてさて源流はどこなんでしょうか。筑後川に水が注ぎ込む流域をピンクの線で示していますが、この中で一番距離が長いのは玖珂川の源流です。しかし筑後川本流の源流は田の原川という川の源流地点、平野台になります。水の量や川の長さ、流域面積の広さなどで最も有力な川を幹線または本流と呼びますが、日田で分岐する玖珂川、大山川のうち大山川の方が流域面積が広いため、こちらが幹線とされています。そこから先の分岐点でも同じように流域面積が広い方を幹線とすると、杖立川、田の原川となります。ということで、うんちくが長くなりましたが、筑後川の河口大田熊から田の原川の源流平野台まで143キロ、2日間かけてバイクで辿っていきます。九州最大の川は見どころいっぱい、温泉もいっぱいです。それではよろしくお願いします。ということで、筑後川の河口に向かっていきます。ではまずは筑後川の河口の大田熊ですね。大田熊は、あれはどっちだ、佐賀県かな。ということで佐賀平野に降りてきましたが、正面に見えるのはあれ雲仙ですね。雲仙が見えて、あっちが多良岳ですね。で正面に橋がありますが、あれはね、筑後川ではなくて筑後川の支流の早杖川ですね。じゃあこの橋を渡って、早杖川を渡っていきましょう。これが早杖川です。左が上流ですね。上流がこっちで、河口がこっちです。雲仙が結構見事に見えますね、今日は。でこういう川ですね。でここが三角瀬です。これが三角瀬なんですね。あっちにまた橋がありますけど、筑後川があっちを流れています。では河口ですね。あなたに河口があるんで、河口に行ってみましょう。では右ですね、大田熊右。ここ一応佐賀県なんですね。ただね、この三角洲も真ん中で佐賀県と福岡県が分かれてたはずですけどね。昔この三角洲2つに分かれてたのがくっついちゃって、それでなんか取り合いになったらしいですね。今は筑後川河口にあるこの三角洲にいるわけですが、ここはもともと2つの三角洲で、柳川藩が北側の大野島を、佐賀藩が南側の大田熊を領有していましたが、筑後川が運んできた土砂が溜まって江戸時代に一つにくっついてしまいました。領土争いの末、結局一つになった三角洲は柳川藩と佐賀藩で分割されることになり、それが現在の福岡県と佐賀県の県境にも引き継がれているのです。さて、筑後川の河口の先っちょということで、まずは南側の佐賀県側、大田熊にやってきました。大田熊は広大な干拓地が広がっています。何度かに分けて干拓が行われており、この堤防は干拓が行われた痕跡ですね。この堤防の向こう側は新しい干拓地です。そして干拓地の先端の堤防までやってきました。この向こう側が筑後川の河口ということになります。ではそこにバイクを止めましたが、こうなってるんですね。堤防があって、まあなんとか登れましたんで、これが三角洲ですね。大田熊の三角洲で、こちらが河口です。筑後川の河口ですね。ちょっとそっちに歩いて行ってみましょうか。これが筑後川の河口ですね。まあ有明海にありがちというか、なんというかですけど、まあ、干潟なんですね。こうやって砂が溜まっています。この辺にはいろんなものが流れてきています。筑後川っていろんな地質がね、まあ、混ざってるんで、こんだけ距離が長いとね。箕面山地ですね。まあ、あの辺にある山地は片岩ですね。まあ、泥岩の変成岩ですね。で、こちら側。こっちは瀬振山地ですが、これは花崗岩ですね。で、阿蘇の方ですね。まあ、阿蘇というか、日田の辺りからは安山岩になりますんで、まあ、いろんな地質がここの辺りは混ざっているわけです。安山岩はちょっと黒っぽいですからね。その辺のものが混ざってこの干潟を作っているわけですね。ではこの筑後川を源流まで遡っていきたいと思います。よろしくお願いします。でちなみにここ走っていけそうなので、ちょっとここ走ってみましょうか。ゴロゴロ、セスナが飛んでますね。
セスナだ。セスナが飛んでいます。佐賀空港かな。佐賀空港に降りるんですよねあれ。ではバイクに乗って河口沿いを走っていきましょう。よろしくお願いします。よいしょ。では堤防ですね。ちょっと堤防沿いを走っていきましょうか。うわ、なんだあれ、飛行機が来ましたよ。あれ佐賀空港に来るんですかね。まあとにかく堤防に登って堤防沿いをちょっと走ってみましょうか。うわー、あんなでかい飛行機来るの。お、ジェット機だ。結構でかいのが来るんですね。へー、佐賀空港に行くんですかね。まあとにかく堤防沿いを走ってみましょうか。これが筑後川の河口ですね。河口は相当幅が広いですね。この干拓堤防の上を走っていけるのがなかなかいいですね。ちょっと待てよ、こっから先は、あ、でも一応わだちはあるな。ちょっと一部走りにくい部分はありますが、堤防の上を進んでいき、もう一度干拓の痕跡を乗り越えて河口がよく見える場所に出てきました。あ、いいですねこれ。だからこの左側が筑後川の河口ですね。こうやって干潟になってるわけですが、あ、いいですね、筑後川の河口です。あ、相当干潟でなんか溜まってますね。ではこの河口から源流の方に行きますが、まずは小海峡を見に行きましょうか。橋ですね。昔のなんだっけ、なんか鉄道路線があった橋ですね。では大田熊を北へ進んでいきます。一応ここは川なんですが、漁船がいっぱい止まっています。筑後川の河口、有明海は潮の満ち引きが激しく、干満の差は最大で約5メートルと言われています。有明海の奥行きや形が潮の満ち引きの周期と共鳴するようになっていて、筑後川のかなり上流まで海水が入り込んできます。川に海水が入り込んでくるところを干潮区間と言いますが、筑後川の干潮区間は久留米市の筑後大関まで約23キロあります。かなり長いのが特徴です。さて福岡県に入り、一旦橋を渡って完全に福岡県側へと入りました。そして川沿いをしばらく走って筑後川小海峡にやってきました。いや、そこにバイクを止めてますが、こっちか、こっち、あれが橋ですね。筑後若津駅跡地ですか。ここに駅があったんですね。で、昔はこんな大型汽船が通っていましたと。それがこの小海峡ですね。じゃあちょっと渡って行ってみましょうか。一応あれか、あ、今はもう17時に閉まっちゃうんですね。17時になると閉まっちゃいます。で、この右側が源流で、こっちが河口ですね。あ、いい景色ですね。なんだなんだ、あ、今上がってますね。あ、ちょうど上がってる。お、なんかたまたま上がるタイミングだったんですかね。結構静かなのかな、これモーターなんですかね。モーターなのかな。もうちょっと近くで見てみるか。福岡から来ましたよ。ええ、市内、福岡市内から。ええ、これ何、なんか、あ、見学用に上げたり下げたりしてるんですか。へえ。今降りてきたところですね、ちょうど。まあとにかくこれが橋でですね。で、ここが県境なんですね。今ここをまたぐと、佐賀県に入るというわけです。ここもまたね、中洲なんですね。これも中洲です。三角洲ですね。ということで、ちょっと佐賀県側もちょっと見て帰りましょうかね。結構意外とね、この橋長いんですよね。まあそりゃそうですよ、河口がこんだけ、川幅がこんだけありますからね。こんだけ川幅があるんで、橋も結構長いですよ。で、やっぱり川べりは干潟と同じドロドロですね。ドロドロの泥が溜まっていますね。河口ですね。で、あれが小海峡ですね。一応ここに説明書きがありますが、旧筑後川橋梁。筑後川小海峡は旧国鉄佐賀線の橋梁として昭和10年5月に竣工しましたが、急流の中に船の航行を容易にするため昇降式可動橋を取り込み、仮設されている点に特色のある景観を添えております。まあいろいろ書いてありますが、そうですよね、ああやって上がったり下がったりするのはなかなか珍しいですよ。ただこっから見るといまいちそれがよくわからないんでね、ちょっと横からどっかで見ましょうか。で、こっちには徐福の像というのがありますね。徐福というのは秦の始皇帝から確か命令されて日本にね、なんか不老不死の薬を探せとか入れてきた人ですね。
上腹です。あ、でもこれあれですね、こっちに行ったらある程度横から見れそうですね。こういう橋なんですね。ここにいい案内板がありましたね。さっき真ん中に堤防が見えたと思うんですけど、これがな、で、レイケ、導流堤というらしいですね。この、まあ、筑後川の本流がこっちなんですが、で、こっちに諸富川っていう川が支流ですね。ここにまただから三角州があるんですけど、で、こっちが本流、こっちが支流なんですね。で、ここで合流一旦して、またここで、さっきの大田熊の三角州ですね。こっちが本流で、こっちが早津江川という支流です。ここだから一回合流してまた分かれるんですね。で、その流れをこううまくまとめるためにここに導流堤というのが作られたんですね。明治か、明治維新後と書いていますが、導流堤は明治23年ですか。政府は大公共工事である筑後川改修工事により筑後川導流堤を完成すると。明治23年にできたんですね。導流堤はここからは見えないけど、だから一回川がここで合流をして、またすぐそこで分かれるということですね。ということで筑後川昇海橋ですね。お、また上げ下げするんですかね、あれ。サイレンを鳴らして上げ下げするんですよ。だから多分また上げ下げすると思いますよ。あ、今上げてますね。上がってる上がってる。へー、上がってますね。へー、まあまあこれなかなか見てると面白いですけど。まあ戻りましょうか。もうね、そろそろ。今日は温泉に泊まりますんで、温泉までね、日が暮れる前に行きたいので、筑後川温泉かな。ではもう一度県境を越えて福岡県側ですね、筑後赤津川に渡って、バイクに戻りますね。ということで筑後川昇海橋でした。ここから原鶴温泉を目指して東へ進んでいきます。お、また川べりに出てきましたね。まあまだまだずっとこういう平坦な筑後平野が広がってますね。今ね、河口から10キロちょっとじゃないですか、多分11キロとか走ってきてるんですが、まだまだこの大きさですからね。この辺もまだまだ泥がなんかドロドロ溜まってますからね。この辺はまだ干潮区間です。どっかで筑後川大関があるはずなんで、そこで、そこまでですね。ではここで川の反対側に渡って、昔筑後川が蛇行して流れていた頃の名残、県境だらけの区間を走ってみます。ここからがなかなか面白いというか変なとこなんですが、ここから、ここ今佐賀県なんですね。今ここ佐賀県で久留米市に入ります。もともと筑後川がこうやってこう蛇行して流れてたんですね。それでここから佐賀県から福岡県に入るわけです。だからそこに筑後川があって、基本的にはあっち側が福岡県なんですが、ここは福岡県がこう入り込んできてるわけですね。昔の川の流れがこうだったからですね、こういう川の流れだったから福岡県がこうなってるわけです。なのでもう1分も走ってないんですが、ここからまた佐賀県になるんですね。三宅町に入ります。で、ここ一瞬三宅町がここに入って、もう三宅町に入ったと思ったらすぐそこに看板がまたあるんですね。そこからはまた福岡県の久留米市に入りますね。福岡県久留米市と書いてあります。ここに川がありますね。久留米市です。だから今2分ぐらいですか、2分走ってる間に3回県境を越えましたね。で、またもうすぐね、なんか鳥栖市に入るとかそんなんじゃないですかね。またあそこになんか県境の看板が見えるような気がします。あそこにまた県境がありますね。だから昔この筑後川は相当蛇行してたんですね。今こうやってこうまっすぐ流れてるというか、もうまっすぐ流されちゃってるわけですね。人間の手によってまっすぐにされていますが、もともとは相当蛇行してたということですね。あ、ほらほら、そこにまた佐賀県三宅町と書いてあるでしょ。また県境を越えましたと。すごいですよね。また川がそこにありますけど、これ江戸時代の藩の境目ですよね。藩の境目だから、明治時代とかに川の流れが変えられる前に境目が決まったので、こうなってるわけですね。ゴルフ場がありますね。このゆったりとした川がいいですね。今正面に見えてるのが瀬振山ですね。あれが瀬振山でしょう。で、瀬振山地がこう続いていて、これは花崗岩の山ですね。この右手が久留米市街地ですね。あれ久留米市役所かな、高いビルが見えますけどね。で、今進む向きが若干変わって、あれが瀬振山ですね。左手に瀬振山が見えて、あっちですね、久留米市街地がこっちなんですが、久留米市街地の向こうに見えるのが
箕面山地ですね。あれは断層によってできた山地です。そこに断層があってこう傾いてるんですね、でその箕面山地の北側を、筑後川が流れています。で今この右手に見えているこの堰ですね、ここにあのなんかタワーがトントントンで並んでますが、これが筑後大堰です。ここで干潮区間が終わります。ここにねあのちょっと高さがつけてありますが、だからここから先は、潮の影響を受けなくなるわけですね。ここにちょっと水が溜めてあるわけですね。あいい景色ですね。で久留米市街地が迫ってきましたが、なんか急に街になってきましたね。久留米市街地に入っていきます。では筑後川を渡っていきます。久留米市の方に入っていきますね。まあもうすでに久留米市なんですけども、久留米市街地の方に渡っていきますね。あいい景色だな。夕焼けになってきましたね。雲仙が結構よく見えますよ。でこちらが新幹線かな、新幹線と鹿児島本線ですね。久留米城跡左と書いてありますね。あこれな混んでるな。やっぱ久留米市街地は混みますね。ではちょっと久留米市街地を走っていましたが、また川沿いに戻っていきますね。川沿いというか一回川を渡るのか、川を渡って筑後川を渡ります。夕日が綺麗ですね。お船が来てますよ。ほらほら船が来てる。ではあの筑後川を渡って、まあ、あの源流の方に行きますが、あそこに崖があるでしょ。崖のある山がありますが、あれは箕面山地ですね。断層があるんですが、今度はまた反対側ですね。筑後川の、右岸ですか、右岸に戻ってきましたので、戻ってきたというかもうどっちが元なのか分かんないけど、右岸ですね。右岸を走っていきます。さてでは箕面山地ですね。右手に見えるのが箕面山地です。夕日が本当綺麗ですね。あのミラーに映る夕日が綺麗ですよ。いや本当に夕日が綺麗ですね。もう一回橋を渡って反対側に行きますが、河口のある西の方の夕焼け空がとても綺麗です。ではここからまあ旧田主丸町ですかね。田主丸です。筑後川とデカデカと書いてありますけど、まあ、もうすぐ原鶴温泉ですね。今日は原鶴温泉の端っこに泊まります。なんかね結構古そうな旅館なんですけど、温泉はいいという評判だったんでちょっとそこに泊まります。もうここからあと10分ぐらいですか。もう結構暗くなってきましたけどね、両脇に山が迫ってきましたね。ようやくそろそろですね、あの辺りから中流部というところになってきますね。夜明けダムというのがもう少し先にありますが、まあまあ今日はそこまで行きませんからね。あと6分で原鶴温泉ですね。温泉に泊まります。それでちょっと川からね降りてきましたが、この左手が川なんですね。で今日泊まるのはこの筑水荘という、まあ見るからに古い温泉宿ですね。ニュー筑水荘ここですね。こりゃ古いぞ。このチャリンコのところに止めといていいのかな。まあ一回ちょっと止めとくかここに。えい、まあ、なんかよくわかりませんけどね、そこに一応屋根があるんで屋根付きのところに止めといて、今日泊まるのがこれですね。ニュー筑水荘です。これは古いですよね。今歴史ある宿という感じですが、温泉はいいらしいんですよ。温泉はいいらしいんでここに泊まります。ではここね、ニュー筑水荘に行きましょうか。入っていきましょうか。今日は201号室ですね。こういうね、古い宿ですね。201。本当古き良き宿ですね。201が一番奥か。これですね、201。ここに泊まります。畳にベッドが置いてある、こういう部屋ですね。へえ、結構広いですよ。古い宿ですね。なるほど、外はこんな感じですね。まあどっか晩ご飯を食べに行かないといけないですね。晩ご飯をどっかに食べに行きましょう。でこれが入築水槽ですが、今外に出てきてちょっとね、原鶴温泉の方でご飯を食べようかなと思って、これ真っ暗ですね。
真っ暗だけど、ここは筑後川ね、筑後川水系有明海まで、55.7キロですね。 55.7キロ地点です。あっちが原鶴温泉の、まあ基本的にはね、あっちが原鶴温泉の一番人が多いところですね。では原鶴温泉の方に行って晩ご飯を食べましょう。あっちはちょっとご飯屋さんありそうですからね。原鶴温泉側道橋と書いてありますね。だから側道橋で別なんだ、これが橋が。であちらが原鶴温泉ですね。もう真っ暗ですけどね、これが筑後川ですね。基本的にはこっちが原鶴温泉ですね。だから僕が今日泊まってるのは外れになりますが、ではこの筑後川を渡ってこっちですね、原鶴温泉側に渡ってきました。なんかこう居酒屋でも行きましょうかね。今日は歩きだからお酒も飲めますよ。まあ、こっちは普通に道なんですが、なんか趣がありますねこれ。まあ昔からの旧街道、ひょっとしてこっちかな。なんか旧街道を昔通った記憶がありますが、ここだったかどうだったか。ここなんか歴史ありそうな道ですね。まあなんかなんともね、錆びれた温泉街ですね。へえ。こっちがなんかスナックがいっぱいあったであろう跡がいっぱいあるんですけど、まあどこも閉まってますね。シャッター街です。やってるお店がほとんどないですからね。焼き鳥本陣、これやってんのか。一応ね、電気はついてますけどね。あ、スナックとかいっぱいありますねここ。まあでもやってるお店がほとんどないですね。うどん、うどんっていうのもね、ちょっとね、悪かないけど、でもやってる店がマジでないもんな。まあとにかくなんか焼き鳥屋かなんかに行きたいですからね。ちょっとうどんはさすがになんで、ちょっとどっかで焼き鳥屋かなんか探しましょうか。なんか焼き鳥屋があるからここにするか。八兵衛っていう焼き鳥屋がある。ここね、八兵衛という、ここにします。やってきたのは焼き鳥の八兵衛というお店です。本物のビールとお通しです。焼き鳥とホルモン焼きです。ホルモン焼きは一人ではちょっと多かったです。あとこちらは豚バラ、さらに揚げ出し豆腐、締めには焼きおにぎりとお味噌汁です。お味噌汁が優しい味で美味しかったです。八兵衛でしたね。いや、お腹いっぱい食べましたよ。特にホルモンがね、お腹いっぱいになりましたね。量が多かった。では宿に戻って温泉に入りましょうね。何突然、突然花火が、なんだこれ。ではお風呂ですね。お風呂に入ります。ここで分かれてるんですね。じゃあお得意の方に入ります。ここからちょっと撮れないでしょうからね。誰もいなきゃ撮るけど。で、中に人がいたので残念ながらお風呂場は撮影できませんでしたが、口コミの通り本当にいい温泉でした。茶色っぽい色をしていて鉄分の香りがするお湯です。上がってからも体がポカポカしてとてもいいお湯でした。では大変いいお風呂でした。じゃあお茶飲んで寝ましょうかね。まあ、この渋いティーバッグがあるんでこれを飲んで寝ますね。ではいい湯でした。鉄分が多いんですかね。なんかちょっと黄土色のお湯でいい温泉でしたよ。それではおやすみなさい。翌朝は朝ごはん付きです。この小さな鍋に火がつけてありますが、中身は湯豆腐でした。ポン酢をつけていただきましたが、朝にこれいいですね。とにかくシンプルで美味しい朝ごはんです。最高です。ここが中庭なんですが、いやいいですね、この古さが何ともいいですが、お庭に落ちてる岩がですね、これか、これ片岩ですね。泥質片岩です。こう引き伸ばされた跡ですね。泥質片岩が落ちてます。落ちてるというか置いてあるのかな。お庭で泥質片岩を堪能した後、お宿の中をぐるぐる見て回りましたが、とにかくこのお宿は昭和の香りがプンプン漂ってめちゃくちゃ素敵です。原鶴温泉に泊まるのでしたら入築水槽、ここはぜひ泊まってみていただきたいですね。ということで築水槽ですね。築水槽でした。入築水槽ね、ここいい宿でしたよ。それではまずは三連水車に行きましょうか。築
筑後川といえばね、ちなみにこの辺は千歳という地名なんですけど、昔は筑後川は千歳川と呼ばれていた時もあったそうですね。筑後川と呼ばれるようになったのは江戸時代らしいですよ。ハーレーかな、ハーレーの人たちが走っていきますが、あーいいですね。これはどっちなんだ、こっちか。では筑後川沿いに戻ってきましたね。曇ってますね。雨降るかもしれないぐらいだ。じゃあ筑後川 52.6 キロですか、有明海から 52.6 キロです。ここで右に曲がって、ここ蝦夷宿橋っていう橋ですね。日田街道の蝦夷宿という宿場があったみたいですが、この川の向こう側に日田街道がありますからね。福岡から日田を結んだ日田街道ですね。おー、筑後川の朝です。なんかちょっと微妙に雨が降ってますよね、パラついてますね。では三連水車に行きますよ。ここで左か。ここはちょっとね、標高が高いんですね。筑後川がこの下を流れてるんですが、若干こっちが標高が高くなっていて、ここにね水路があるんですが、水路を使ってここに水を導いてるんですね。この水を取ってる場所は後で見に行きます。北海道の時も見に行きましたけどね、山田関という関があります。ここですね、これが三連水車です。ちょっとここに止めて水車を見ましょうか。あそこに水車がありますね。それでこういう公園なんですが、ここに同棲三連水車というのがありますね。なんか恋人がサンタクロースがかかってますけど、恋人がサンタクロースですね。まあまあ、とにかく今は冬なんで水が流れてなくて止まってますが、夏に来るとこれぐるぐる回りますからね。あのスピーカーから鳴ってんのか。なんかシュールですけど。ここに看板が出ていますが、もう少しですね、上流の方に山田関という堰があって、そこから水を取ってきてるんですね。ここに図がありますが、山田関という堰があって、そこから堀川用水というのを導いてるんですね。ここちょっと標高が高いんですよね。ここの標高が高いので、ここで水を取って、この高さのままこう持ってくるんですね。筑後川が結構低くなっていっちゃうので、ここで分ける必要があるんですね。その分けたのがこの堀川用水というわけですね。堀川用水がこれじゃないかな、これじゃないか、この向こうにありますね。そこにレプリカが置いてあるわけですが、本当の水路はこっちですね。これが堀川用水です。で、その向こうが筑後川ですね。で、向こうに見えてるのが箕面山地です。で、筑後川がちょっと低いところを流れ始めるので、この堀川用水ですね、ちょっと高いところをこう水を導いてきてるわけですね。まあ、とりあえずこれで三連水車ですよね。三連水車は大したことないんです。ではこの三連水車に水を導いている山田関を見に行きます。山田関はこの三連水車のすぐ近くです。で、そこにバイクを止めましたけども、まあ、これが筑後川ですね。筑後川がそこで、こっちにいい看板がありましたね。筑後川源流から143キロの旅と書いてあります。で、今いるのがちょうど真ん中あたりですね。河口がここで、これですね、現在地がこの辺りです。で、源流がですね、ここになるんですね。南大国の一応なんか源流の日っていうのがあるみたいですね。ちょっとここを見に行きますが、平野台高原ね。まあ、とにかくこういう旅をするわけですね。ではちょっと川の方を見てみましょうか。山田関ですね。さあ、それでこれが山田関ですね。山田関と書いてありますが、今ここにいて、筑後川をこっちからこう流してるんですね。こう流してるんですが、ここで水を取ってるんですね。さっきの堀川用水に水を取っています。で、水が少ない時はここをね、通して水を通してるんですが、水が増えた時にここを通るようにするんですね。この辺りを水が上をこう通るようにして、この水門に力が加わらないようになってるんですね。水が増えたらこうやってに逃がしてあげるわけですね、っていう作りになっているのがこの山田関です。今はこの通り水が少ないので、さっきのあの2本の道ですね、2本の水の通り道を水が通っていって、で、筑後川が
この下流の方に流れていってるわけですね。水かさが増すと、この全体を、上を水が越すようになるわけですね。上流がこちらで、山田堰がここで、こういう風になってるんですね。ここから堀川用水の水を導いています。で、その用水の上にこうやって神社があるんですね。これ神社なんですけど。で、こちらが水神社なんですが、後ろが面白いんですね。この鳥居がある鳥居の向こう側は筑後川です。まあ、これ下には行けないようになってますけどね。川に向かって鳥居があるっていうのがなかなか珍しいですよね。ここはなかなかね、水のパワーが感じられて面白いところですよ。水がね、相当こう渦巻いてるわけですね。まあ、筑後川の水の流れをこう制御する重要な場所ですね。ではここからまた上流の方にどんどん進んでいきますね。夜明けダムに次は行きます。夜明けダムからこの筑後川は川の名前が変わって、三隈川という名前になるんですね。北のあたりから三隈川と名前を変えます。ちなみにこの川沿いに中村哲さんの石碑がありますね。中村哲さんです。アフガニスタンで銃撃を受けてしまったあの医師の方ですが、アフガニスタンのその水路を作るときにこの山田堰を参考にしたと言われてるんですね。それでここに石碑があります。この山田堰を参考にアフガニスタンに同じようなね、水路を作ったという話ですよ。山田堰でした。ここね、なかなかいいとこなんですよね。特に電気とかを使わずにこうやって制御できているのがすごいですよね。すごいというか、まあある意味すごい理にかなってるわけですが、なかなかね、だからこれ合理的なんですね。合理的なものでいいですね。知恵ですよ、知恵。では次は夜明けダムに向かいます。筑後川のちょうど真ん中あたりですね。古いダムですね。古いダムです。いつできたのか知らんけど。さあ、筑後川沿いをどんどん上流に進んでいきますよ。また原鶴温泉に戻ってきたわけですね。そう、一回ちょっと下流の方に戻ってたんですが、ではここで右に行ってまた原鶴温泉の方に行きますよ。では川を渡ります。筑後川ね。こっちはなんか古い川なんですかね。あ、ここ左、こっちはなんか古い川なんですね。今筑後川はこの右を流れています。ちょっと日田街道の方に行ってみましょうか。日田街道ですね。この道が日田街道で、この右に筑後川が流れてますよ。ここが福岡から日田へ向かう昔の江戸時代の道ですね。日田街道です。この筑後川沿いを通ってたんですね。この右手に見えるのが、これが筑後川温泉かな。もう筑後川です。まあ、萩の町の中ですね。町の中というか旧市街、昔の町ですね。江戸時代からの町ですから、なかなか趣があるでしょう。この辺りからもう山がちになってきましたね。周りが山だらけです。この夜明けダムのところが一番狭くなってるんですね。で、その狭くなってるところにダムを作ってるわけです。ここから日田市なんですね。ちょっとなんか微妙なところですけど、日田に入りました。まあ、ここから筑後川は大分県に入るわけですね。それでここでちょっと右側に渡りますね。右というか左岸ですね。左岸、こんな道があるんだ。とりあえず川の方に行きますね。これですね、川がここすごい蛇行してるんですよ。ここ山が張り出してきていて、川がこうぐねーって回ってるんですね。もう川が全然見えないと思いますが、あ、川でも見えますよね。川がこうやって蛇行してるんです。これこっちにも川が見えて、あっちにも川が見えるってすごいでしょ。こうやってぐるーって回ってるんですよ。どっちも筑後川ですからね。ではここで左に行きます。この川がね、ぐるーっとこう回ってくるんで、なのでちょっと川の方ですね、左の方に行きましょうか。あれがダムですね。ダムです。こうやってこうぐるーって回ってきてるんですね、川が。ここで左ですね。ああ、ダムだダムだ、あれですね。おー、これなかなか立派なダムですよ。これ一体どこにどう止めたらいいんでしょうね。とりあえずここに止めときましょうか。ということで今ダムのところに来てますね。ダムの下、一応ここまでは凍れるんですね。まあここまでになりますね。ダム放流中は危険です。河川の中には入らないでくださいと書いてありますね。まあでもこれ立派ですよね、この眺めはね。これが夜明けダムです。明らかに古いですよね、これね。
夜明けダムです。ここから筑後川の名前が三熊川という川の名前に変わります。ここが境目という認識でいいんですかね。多分それでいいと思いますが、夜明けダムです。どうかな、安山岩ですかね、まあ、灰色ちょっと白っぽい岩ですね。堆積岩ではなさそうですね。なんかこう滑らかな感じですから、多分安山岩ですかね。のこのなんか山があるんで、川がこうやって蛇行して避けて流れてるんですね。では夜明けダムを出発して、さらに上流の方に行きましょうかね。では夜明けダムでした。では夜明けダムでした。ではどんどん源流の方に進んでいきますよ。では行きます。では筑後川を左手に見ながらね、進んでいきます。川が見えますね。いいですね、川がよく見えます、筑後川。また大分県に入りました。あら、一時的に福岡県に入ってたんですね。この辺から周りの地質がちょっと変わってるような気がしますね。この辺りから火山の地質に変わって、地形も明らかに変わりましたね。それでこれ筑後川じゃなくて三熊川か、失礼、三熊川ですね。ここで川が二手に分かれるんですよ確か。でこの右側が三熊川ですね。で真ん中に三角州があります。だからここ下はまたちょっと平坦な地形なんですね。この通り平坦な地形をしています。で中州の真ん中に日田天領水の工場があるんですかね。日田市街地でもやっぱり穏やかに流れてますね。川沿いをちょっと走っていきましょう。三熊川ですね。あ、でもこの辺からやっぱりちょっと若干高低差がありますね。そこに堰がありますけど、でここがちょうど三角州の分かれ道ですね。でここはまた温泉街かな、なんか旅館がいっぱい並んでますね、ホテルが。まあのんびりしますね。これ屋形船がありますよ。かなりでかい屋形船がいっぱいありますね。でももうここからいよいよ川を離れていきます。で正面に札幌ビールの工場が見えますね。下には札幌ビールの工場があります。確かそこにでかい下駄が飾ってありますけどね、下といえば下駄です。あ、でこれは支流ですね。三熊川の支流です。まあ、つまり筑後川の支流ということですが、ではちょっと一瞬川から離れていますが、でもこの田んぼの向こうが川ですね。車とバイクが好きな人は多分皆さんここでよく集合するでしょうが、このセブンイレブンね、そのセブンイレブンのこの裏ぐらいに、大山川という川があるんですが、筑後川がね、源流はこっちなんですね。大山川という、三熊川からまた大山川という名前に変わって、こっちですね、南小国の方へと進んでいきます。筑後川の源流って、まあそれはいっぱいあるんですけど、源流はね、一応河川法上、法律上の本当の筑後川の源流というのは、この大山川から遡っていった田野原川という川です。今から田野原川の源流に向かいますね。だから筑後川っていう名前の川はいろいろ名前を変えながら最後の源流にたどり着くというわけです。これが大山川ですね。大山川です。三熊川は北を通り過ぎると、この通り東から流れてくる楠川と南から流れてくる大山川に分岐します。大山川の周辺の地質はちょっと赤っぽい色で示した流紋岩と黄色っぽい色で示した安山岩です。どちらもマグマが地表近くで急激に冷やされた火山岩ですね。それでこの通り地形も急激に険しくなってきました。お、川沿いですね。川沿いにやってきましたが、なんか雨がポツポツ降ってきましたね。あ、でも川沿いです。大山川ですね。ではここでちょっと左に一回入りましょうか。道の駅ですね。道の駅に寄ります。道の駅水辺の里大山ね。バイクはここなのね。雨が降ってきたな、参ったもんだ。でそこが道の駅なんですが、反対側ですね。こっち側を見ると、大山川が流れています。まあ、そこにバイクを止めているわけですが、これですね、これが大山川です。これが大山川で、あちらに行くと三熊川に合流していくわけですが、でこっちが源流の方ですね。これでかいですね、この石。これは安山岩です。この辺りの地質はもう全部安山岩ですね。安山岩です。この灰色の岩ですね。まあ、めちゃでかいですけど。それではさらに源流の方に向かっていきましょう。あっちに道がありますからね。あちらの道を通って源流の方に向かいます。いやいや、視聴者の方にお会いしてしまった。びっくりびっくり。
さあさてでは源流に向かいましょうね。まあ、これこのまま今は大山川という川ですが、もう少し先に松原ダムっていうダムがあって、そのダムを越えると杖立川っていう川の名前に変わります。杖立川の方に行きましょうね。お、大山川を渡りますね。川です、大山川。この右手が源流の方ですね。お、なんか玄武岩、なんか柱状設備みたいなのが見えたぞ。あ、また渡るんですね。また川を渡るんだ。こっちが源流ですね。この辺りかなりくねくねしてますね、川が。さあ、それで大山川。ああ、いいですね。のどかな川ですよ。で、川が遥か下に見えますが、もうすぐダムでね、で、ダムの上を走っていくわけですけど、これが松原ダムですね。で、ここで左に行って、杖立川の方に行きます。これがなんて言うんだっけ、なんか梅林湖だか、なんて言うんですか。梅林湖だかわかんないけど、ダム湖ですね。で、このダム湖の左手の方ですね、こっちの左の方に杖立川という川があります。まあ、この道がもう杖立川沿いに行く道になるわけですが、杖立、まあ、このまますぐ行くと杖立方面なんですけどね、杖立温泉とかがある杖立です。この右手はずっとやっぱダム湖ですね。まだダム湖ですね。まあ、もうすぐこのダム湖も終わって、この奥の方から杖立川という川になります。そろそろダム湖も終わり、あ、で今度右に見えるやっぱり火山室の岩ですね。これは安山岩ですよ、安山岩。お、いいですね、なんか柱状節理っぽくなってますよ。ギザギザの岩ですね。それで基本的に普通は奥に行くならここ右なんですが、まあ、ちょっと川沿いにね、川沿いに行きましょう。杖立川ですね。杖立川沿いをまっすぐ進みます。で、こっちに行くと、温泉街です。杖立温泉街。わー、いいですね。ここはの川沿いに温泉の宿がいっぱい並んでるんですね。わー、温泉の湯気がいっぱいです。そこもなんか湯気がもくもく出てますね。あ、相当湯煙がいっぱい出てますよ。で、杖立温泉を抜けてきました。ではまた国道ですね、国道に戻っていきます。212号。で、これが杖立川ですね。で、こちらの方に行きます。この通り安山岩がこうゴロゴロ転がってますね。岩の大きさが大きくなってきたのがやっぱり源流に近づいてきたということです。この辺りは流れがある程度急なんで、こういう大きい岩を運ぶ運搬力があるんですね。この辺は河川の運搬力が強いので、この通り大きい岩があるというわけです。さあ、じゃあ上流の方に行きましょう。この右側が杖立川で、左の方に分かれている川があります。こちらが田野原川です。ちょうど小国の道の駅の近くですね。ここから黒川温泉、瀬の本高原方面へと進んでいきます。まあ、ここがなんか平坦ですね。谷底平野かな。で、このすぐ右を今川が流れてるはずなんですが、川は見えないな。これが杖立川です。これですね。ずいぶんもう川の幅も細くて小さくなってきましたね。いよいよ源流です。さあ、このまままっすぐ行くと瀬の本と書いてあります。その瀬の本が筑後川の源流です。田野原川です。だからこの左手、今流れてるこの川ですね、これが田野原川です。いよいよ最後の田野原川という川になりますね。これより黒川温泉、黒川温泉というのがこの田野原川沿いにあるわけですね。これですね、これが田野原川です。おー、温泉郷がありますね。黒川温泉が筑後川の源流ということですね。では黒川温泉ですね。ここはここも湯煙がね、もくもくあちこちから出てるんですけど、これが田野原川ですね。これが田野原川です。さっきなんか一級河川筑後川って書いてありましたが、でね、ここを右に行くのかな、源流の方ですね。源流の方に向かっていきましょう。これが田野原川です。あー、紅葉が綺麗ですね。で、この右手に今川が流れてるわけですが、おー、すごいね。安山岩ですね。さあ、この辺がもう源流ですよ。筑後川の源流です。もう川が見えなくなっちゃいましたけどね。まあ、この辺が源流というわけです。この右の方に川が流れてるんですが、もうほら、この辺が源流というのは分かりますよね。これ以上高い場所があんまりないですから、この辺の高原が源流なんですね。今木の葉っぱが落ちてるから高原の様子がよく分かりますね。木が茂ってたらこれ地形がよく分かんないです
お、筑後川源流の地って書いてありますよ。筑後川源流の地、平野台高原別荘村って書いてある。おお、で正面に見えるのは九十なんですけどね、九十連山が見えるはずですが、まあ雲がすごい。ではここで左ですね、浸水公園と書いてありますが、この高原が筑後川の源流です。おお、いい眺めですね。へえ、おお、綺麗な高原ですね。ここが源流の場所なんですよ。この辺りが筑後川の源流です。どこに止めようかな。ここに止めるか。お、いいですね、筑後川源流の日と書いてあります。これだよ、これこれこれをね探してたんです。じゃあ到着ですね。ということで、ここに筑後川源流の日というありがたい石碑がありますが、この瀬本高原が筑後川の源流です。こういうところですね。あちらが九十で、でここに筑後川源流の日と書いてありますね。この辺りが田野原川という川の源流です。何なんだろう、なんかすごいエンジンの音がするけど、モトクロスのなんかやってんのかな。で、あれが九十ですね。九十があって、こっちが瀬本高原です。でその瀬本高原というか、この辺りが筑後川の源流なんですね。あとなんか水音があっちからしますね。ちょっと見に行ってみるか。まあそこが今バイク止めているとこなんですが、こっちね、なんかこっちから水音がするんで、ちょっと見に行ってみましょうか。多分川があるんで。お、いいですね、多分そこに川がありますよ。おお、綺麗な水が流れてますよ。ああ、これが筑後川の源流なんですね。おお、結構水量ありますよ。これ橋がなくなってんだか、これなんだこれ。なるほど、あのさっきの滝の上に上がってくるとこうなってるんですね。へえ、あっちから流れてきてるんですね。源流はこうなってるんですね。この辺全然なんか何もないなと思ったけど、意外とこういう川が流れてるんですね。川というかなんというか。へえ、いや何もないと思ってたらね、ちょっとところどころにこうやってちっちゃい川がありますね。こういう川が集まって、でさっきの滝ですね、滝があっちの方なんですが、こういうこう高原の小さな沢が集まって川ができていくわけですね。ということで瀬本高原でした。ここが源流なんですね。筑後川の源流です。コーヒーね、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、ここではコーヒーをご馳走になってしまって、最近いろいろいただくことが多いんでありがたい限りですが、でそのコーヒーをご馳走になった上に、さらに黒川温泉にいい共同湯があるよという話を聞いたので行ってみることにしました。でその黒川温泉に向かう途中で GoPro がぶっ壊れて画面が点滅し始めましたね。もうそろそろ雨の中使い倒したので寿命かもしれませんね。でそこに止めましたが、あっちですね、ちょっと温泉に行きましょうか。でこれが田野原川ですね。でこちらが黒川温泉です。いいですね、なんかのどかな温泉郷ですよ。川沿いにあるわけですね。おお、これいいですね、安山岩がボーンと道沿いにありますが、へえ、雰囲気のある温泉街ですね。黒川温泉の由来、昔々文豪の国の中鶴というところに貧しいしおりの勘吉と病で寝たきりの父親が住んでいました。そんなある日のこと、お地蔵様に商売用の塩をほんの少しお供えして、父の病が早く良くなることを願って畑に雨売りを盗みに入りましたが、とにかくお地蔵様がここにとお告げをしたところがここだったのか。でそのお地蔵様がここですね。こんなに綺麗な社の中に飾ってあるんですね。お祭りしてあります。このお地蔵さんのお告げでここに温泉が出てきたと。この黒川温泉の由来になったお地蔵様の正面にあるのが地蔵湯という共同湯です。地蔵湯って書いてありますね。お地蔵さんの正面の地蔵湯200円です。200円、ここに入れるのか。おお、なるほど、200円入れると開くんだ。で男湯ですねに入っていきます。誰もいませんでしたね。誰もいなかったんでちょっと撮らせてもらいますが、
こういう簡易的なお湯ですね。でもここ外ですよ。これが外で、もう入ったらここがこうなっていて、ここで脱いでこのまま入るんですね。いやいや、200円でこれはすごいって、めちゃめちゃいいっすよこれ。もうダメだな、曇ってまともに撮れませんが、素晴らしいです。これはやばいっすね。200円でこれは素晴らしいですよ。ここにあの物を置けるんですね。あー、素晴らしいですね。ちなみにここに電気のスイッチがありましたんで、これを押せば明るくなりますからね。うん、まあ使い終わったら消すようにしましょう。いや、ここでも200円は素晴らしいよ。いい湯でした。では黒川温泉でした。これね、いいですね。だから最後、筑後川の源流でちょっと温泉に入りましたということですね。では福岡に戻っていきますが、いかがだったでしょうか。筑後川の河口から源流まで143キロの旅、いかがだったでしょうか。なかなかね、これ魅力ありすぎですよ、筑後川。では最後、田野原川を見てお別れにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。いや、いい川だね本当に、筑後川。